Thank you.
し過ぎた頃には氷たっぷりのグラスに注ぎ込むパターン屋さんっていうお店で7月の1日と2日に、これはあの俺イラストとかも描いてて個展も合わせてまるまるレコ発パーティーということでやりますんで、みんなよかったら足運んでみてください。入場も無料です。はい、あのとっても楽しい、イベントになってますし、結構豪華なゲストも来ます。地元松本香菜ちゃん、そして、藤井浩一さんというですね、まあ、うしゃこだという昔シャルズに勝った、そういうバンドの藤井浩一さんという方も、すごいパフォーマンスを見せてくれますので、7月1日2日は、小湊鉄道の板文駅のそばにありますカフェ詐欺屋の方に、はい、ぜひ皆様すげー山の中の自然の中ですね。はい、ピクニック気分で来ていただければと思います。お願いします。あの2日目はそこまであの木更津焼きそばも出店してくれるということになります。よろしくお願いします。はい、海のそばじゃなくて山で食べる焼きそばすごく美味しいと思うのでぜひ皆様体験しに来てください。じゃあ最後はそのアルバムの中から1曲、俺がオレンジの近くにあるキララキララっていうスナックがあってそこから命名されたシャララシャララ聴いてください。ありがとうございました。ワンツーワンツーよっ。
ました。ダリー坊やガキさんでした。ガキさんですね。はい。投げ銭もあるということで。